JR 東日本 GVE400 系機動車、JR 北海道 H100 系機動車、H100 系機動車は、北海道旅客鉄道の一般系機動車である。愛称は、D クモ。車体に描かれた、愛称製造から30年を超え老朽化した、一般系機動車キハ40系の痴漢へを目的に、導入された電気式機動車である。 同時期に製作された東日本旅客鉄道 GVE400 系機動車と基本設計は共通で製造も同様に川崎重工業が担当した。JR 北海道の一般系機動車は1995年までにキハ22系のトータを目的にキハ150系27両を投入した後1997年に 日高本線向けのキハ160系1両、札幌県輸送に特化したキハ201系4編成12両を投入したのみで、以降一般系機動車については新造車の量産、投入が行われなかった。このため2015年3月に策定、公表した安全投資と修繕に関する5年間の計画、中には2017年度における一般型機動車の 量産先行車2両の製作が盛り込まれ、同年6月には同時期に製作される JR 東日本の電気式機動車と仕様を同一とすることが発表された。2017年7月に形式名と詳細な仕様が発表された。ディーゼルエレクトリック車採用の理由は GVE400 系との共通化のほか以下の理由によるものである。 量産先行車は2018年2月に登場し、各種試験の後に2019年から量産車の製造が開始されている。従来 JR 北海道の機動車形式は、国鉄機動車の不満規則を概ね踏襲していたが、本系列は既存車両と大きく、システムが異なることから、機動車を表す、木、普通車を表す、葉の用途記号は省略し、 H5 系新幹線電車で用いられた北海道の H を冠した形式名とした。衣装や国間地対策のほかは GVE400 系の両運転台車、GVE400 型と同一である。本系列は北海道のローカル線における運行形態を踏まえ編運転台車の製造は予定されず、両運転台の H100 型のみが製作されている。 試運転中の量産車新しさ、北海道らしさを表現したデザインが施行されている。形状は GVE400 系を踏襲した。この形状は、踏切事故によるオフセット衝突を考慮しており、上から見た時に運転士側と女子側をそれぞれ後部に傾斜させることで、衝撃を枕木方向に分散させる。側面は、 自然の多い北海道の大地を走行する車両を、想起させるデザインとした。帯色は、夏の植物を表す濃いグリーン、冬の雪を表す白の2色の平行四辺型を重ね、重なり合う部分を、コーポレートカラーの萌擬色,色として、自然との調和を表現した。量産線行車は加えて、帯の途中には、H100 の文字が切り抜かれていたが、量産車では、 側面体の長さを短縮し省略した。前面は黒色基調とし、萌え着色と警戒色の黄色の帯を排した。車体長は20メートル級であり、車体下部の大枠を除き、ステンレスコーを使用し、車体幅2800ミリメートルの裾絞りのない、ストレート車体とした。外反と骨組みの溶接には、レーザー溶接を使用した。 床面高さは 1150mm であり、客室扉は、片開き、片側に扉とし、ステップを設けた。扉は、車内外の温度差で変形した場合でも、開閉不良が生じないよう、戸袋クロとの隙間を十分確保する一方で、戸袋クロ部への雪の吹き込みを防止するため、ゴムで隙間を塞いでいる。また、デッキやカーテンは、装備しないが、押しボタンにより開閉する。 半自動機能を持つ。都兵装置は JR 北海道では初めてスライドレール式が採用され、上高口下部、飛ぶ黒部にはヒーターが設けた。灯火類はすべて LED 灯で全部標識灯については、降雪時の視界確保を目的に前面窓上部に加え前面層下部にも増設した。前面通路上部と側面には行き先表示器を設置した。側面には 車外放送用のスピーカーを装備する。側面窓については、陶器の破損防止、断熱性向上のため、ポリカーボネート糸とガラスの服装構造とした。前面窓についても、助手席側は表面に、透明な導電体を仕込んだ、発熱ポリカーボネートとしたが、視界確保のため運転台側は熱線入りガラスとした。側面窓は、 GVE400 系同様片面あたり1枚を除き、上半が内側に倒れ開閉できるようになっているが、量産車では片側3箇所を除き固定窓に変更されている。このほか、外観上の GVE400 型との際として、側扉横の編成順位表座し、急行列車表座し設置、デイリグ時表示機長略。 台車上部の大枠株へのステンレス製塞ぎ、板設置が挙げられる。以下、突起ない限り量産先行車について述べる。また、基本的に GVE400 系と同一であるため、主要な点、相違点を中心に述べる。最大で4両編成を蘇生可能であるが、JR 北海道の既存車両とは連結不可能である。主回路の大まかな見取り図動力は、 ディーゼルエンジンで、主発電機を駆動して得られた参照交流電源を、PWM コンバータで一旦直流に変換し、それを VVVF インバータで参照、可変電圧可変周波数交流に変換して、主電動機の参照誘導電動機を駆動させることで、得ている。主電動機の制御は 1C2M 方式を採用した。機関、主発電機機関は、 燃料直接噴射式の4サイクル直列6、気筒横形で、噴射装置は、コモンレールを採用した。主発電機は開放系強制通風方式の定格出力3 0 5キロワットのものを搭載し、機関とは直結駆動され、車両に必要な電力を供給する。機関指導には、主発電機を用いるためスターターは省略された。主変換装置主変換装置は、 PWM コンバータ VVVF インバータ、補助電源装置が一体で構成され、主回路に、半導体に、ダイオードが素子に、シックを採用した参照2レベル、方式電圧型 PWM 方式を採用している。補助電源装置部は変換した直流を参照、または、単相一定電圧一定周波数に変換して、車両の補助回路機器に電力を供給する。 大車道台車を、車体後くらい、付随台車を、車体前くらいに配置する。いずれも、軸量式、ボルスタレス台車で、軸距離は 2100mm である。車軸軸受けは、円錐頃軸受けを採用した。基礎ブレーキは踏み面片押し式のユニットブレーキとし、付随台車はこれにリスクブレーキが加わる。生林市には、JR 北海道車両の特徴である。 合金中鉄製リンゴを用いている。また、空転防止のためのミュージェット噴射装置を装備している。主電動機全閉化自己通風方式の参照、誘導電動機を同台車に2機搭載する。制動装置の制御電気指令式、空気ブレーキ方式を採用しており、常用ブレーキ、非常ブレーキ、直通予備ブレーキ、大切ブレーキの4つのブレーキ系統を有する。また、 当器に付随台車のディスクブレーキとブレーキパッドの凍結、固着によるブレーキ不完解を防止するため、一定の条件を満たした状態で、運転台のスイッチを扱うと、付随台車のブレーキ圧力が解放される機能を持つ。また、各軸ごとの滑走再粘着制御を行い、エゾシカなどとの接触回避のため急ブレーキを扱った際の踏みずら損傷を防止する。 電動空気圧縮機空気圧縮機は潤滑油が不要なオイルフリータイプのスクロール式を各社一台設置する。空調装置屋根上に集中系空調装置を搭載する。また空調装置側面よりには歩み板が設置される。ベッド設置の室内電気暖房機は2 4 8 5ットの容量を持つ。基本的に GVE400 型と同一であるため主要な点。 相違点を中心に述べる。座席は一般席モケットに北海道の豊かな草原をイメージしたグリーン、優先席部にオレンジを用いた。また、上高ドア室内側はコーポレートカラーの萌え黄色、ドア横のパーティーショ装には海や青空を想起させるブルーとした。座席車内はワンマン運転や通学、通勤時間帯の混雑を考慮し、車内中央部を クロスシート3区画、その他をロングシートとしたセミクロスシートである。ロングシート部は中間にスタンションポールを設置した。釣り手高さは733系電車を踏襲した1810ミ、mm、リメートル1630ミ、mm、リメートル1590ミ、mm、リメートルの3種類とした。その他便所は電動車椅子対応のものを設置し、おむつ交換台なども設ける。 移動制約者対応として、各客室扉引き戸かもいぶに扉外閉表示等、便所向かいに車椅子スペースを設ける。客室中央の前よ寄りには、機器室を配置した。運賃表示機は液晶型とし、運賃のほか、自粛案内も行い英語表示にも対応する。車内には、GVE400 系にはないゴミ箱が設置されている。室内の東具はすべて LED である。 また自動放送、ワンマン案内放送については量産車導入時に日英に過酷語化されている。この自動放送のデータには一部を除く各駅のホーム、位置情報が収録されており、停車時に誤ってホーム反対側のドアを回避できないように対策されている。搬出仕様の貫通構造で運転士の安全向上を図るためにサバイバルゾーンを確保した。運転台は モニタ装置と接続された表示設定機を設置したワンマン運転のために、景気台上に上高度赤い併用スイッチを設けている。主管制御機は左手操作のワンハンドル式とした、苗保運転所、旭川運転所、苫小牧運転所に配置されている。営業開始については、遠隔も参照。以下、特記ない限り配置は2021年4月1日時点を示す。 15両が在籍する。函館本線小樽駅を車万部機間のワンマン、列車全列車と、その内部運転所からの送り込み列車にあたる、札幌駅小樽駅の上り1本で運用される。12両が在籍する。宗谷本線の快速、名寄ろ、普通列車の大半を中心に、関北本線の早朝の上り列車2本でも運用される。18両が在籍する。 室蘭本線の普通列車で運用され、内尾車万引東室蘭駅間については、全普通列車を担当する。車歴表最終的な投入量数については、前日のように、2019年度から2022年度までの量産車127両の申請を挙げているが、完了予定は明言されていない。このうち、60両については、2019年9月11日付、 プレスリリースの時点で2020年度から2021年度にかけて導入が予定されている JR 北海道ありがとうございます。